フランスプロリーグ機構、LFP が16日、乱闘騒ぎで罰した5人の処分について発表した。今シーズンの欧州サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、ことの発端は、現地時13日に行われたリーグワン第3節のマルセイユ、0-1で迎えた後半アディショナルタイム、両チームの選手が入り乱れての乱闘騒動が勃発し、PSG、ライビン・クルザワ、レアンドロ・パレデ、ネイマール、マルセイユのジョルダン・アマ、ダリオ・ベネデットが退場している。一番重、処分を受けたのは、クルザワで6試合の出場停止処分に、他の PSG の選手に関しては、ネイマールとレデスが2試合の出場停止処分となっている。ルセイユ側に関しては、アマビが3試合の出場止め処分で、ベネデットが1試合の出場停止処分。また、アルバローが、ネイマールに対して、人種差行為を行った疑惑や、PSG のアンヘル・ディ・リアが、ツバハキ行為を行った疑惑について、調査が行われることになった。両。